意臭、えー、を抑えましょう曖昧な言葉をつく使うのをやめましょうという話をしましたけども、えー、2つ目ですね今度は仮説を持ちましょうという話ををししまます、えー、仮説を持ちましょううというのはどういうことかというとですね仮説がないとああかなこうかなと思っている頭の中に引っかかりがないとですね右から左まで全部のデータを調べないと気が済まないみたいな状態に割と陥りがちです。 本当に重箱の隅を突き始めてしまって全部調べないと気が済まないみたいなでもそんなに時間ないですよね,すね実際にはなので仮説を持何とかかなとかこうかなーああかなー例えば商品が売れなくなっちゃったって話があるならばこういう理由で売れなくなっちゃったんじゃないかなとかああいう理由で売れなくなっちゃったんじゃないかなという仮説試験を持つっていう癖をつけていただきたいと思うんですね でこれがないと実は情報を調べに行くとということすらできないはずななんです、うん、なので、えー、常に頭の引っかかりああかなこうかなっていうことを常に考えておくっていうことを癖にしていただけるといいかなというふうに思います,、うん、そ,すそして、えー、例えば商品が売れなくなっちゃったことを考えるみたいなことであればああかなと思ったことをここに書きました仮説の卵と呼びましょう で仮説の卵ああかなって思ったらですね半径 5m ーーぐらいに座ってる人に聞いてみるんです5人ぐらい「あ私こう思うんだけど」あなるほど。で5人中3人ぐらいが「そうかもね」って言ってくれたらですねそれで基本的な仮説の検証の第1段は終わり、うんあ。もうそれで第1弾、OK、ですなるほどこれです時間をかけずに少しだけやってみるみたいな。で第1弾検証できたら じゃあ次は半径10メーターぐらいの人のところに聞きに行って仮説をもう少しブラッシュアップすればいいんですね、うん、そんななんかこう簡単なというか手軽な感じなんですねそういうことです、はい、でそれの繰り返しをして仮説をどん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 精度を高めていくみたいなことをしてほしいんですうん、うん、で今度10人に聞きに行ったらもしかして今度は6人ぐらいがダメだ違うと思うよって言われたら別の仮説を考えればいいんですなるほどで 10人に聞きに行ったら7人がそうだよねって言ってくれたらさらに深いアンケートを例えばしていくみたいな形で自分が思っていることをだん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 ,だん育てていけばいいけばんですねなるほどでこれを一番最初から大量にデータを集めてあれもこれもあれもこれもってやり始めると、うん、もうニッチもサッチもいきませんもしくは時間がいくらあっても足りませんみたいな話になるので。そうですねはい えー、常に頭の引っ掛か,かりを持ち割と気軽に仮説検証のサイクルを回すみたいなことを、うん、ぜひやってっていただきたいなというのが2つ目です。はい